お待たせします。山田さん、これは何？これは絆プロジェクトっていう、この今日この仕事で来てます。山田さん、実はですね、僕11時ぐらいに来てご挨拶しようと思ったんですけど、やっぱこのグランド状況で、だったらなかなか挨拶してないんですよ。でですね、今までずっと緊張しっぱなしで、なんでよ、久々じゃないですか。久々だけど全然緊張することない。あの全日本も一緒にさせていただいて、はい、っていう、はい、あのニューヨークさんとの関係はそんな感じなんですけど、今日実はですね、この絆プロジェクトでですね、あの今、今後活躍するプロに行けるかもしれないっていうような選手を発掘していこうっていう企画でですね、今回僕が勝手にですね、はい、新人の3人、はい、松村選手、土井、はい、選手、あと4番打ってた牧田選手を注目してたんですけど、はい、今日最初来て思ったのがですね、牧田選手に新岡さんが、牧田選手が新岡さんにこうアドバイスを求めるシーンがあったのをちょっと見てたんですけど、その時になんかどういったアドバイスがされてたんですか？アドバイスは、この前の試合かな、この前の試合ちょっと、はい、あの感じ良かったんで、はい、その前の試合がすごく悪くて、ちょっと、ずっと、試合、この前の試合の前までずっと教えてたんで、はい、まあこういう感じの方がいいんじゃないとかっていう話をしてて、で今日またこれで大丈夫ですかっていうちょっと確認作業で、はい、そうなんですね、はい、なんか会話ができていてすごくいいなっていう雰囲気、すごくいい雰囲気 でやれてるんだろうなって思ってみたんですね。であとその新人のあと2人っていうところは、はい、やっぱりその走力だったりとか、そうですね、まあ、松村は本当、まあ、やっぱり足はちょっとずば抜けて速いですね、はい、見てたら、まあ一塁コーチ立ってるんですけど、まあ、やっぱりその内野ゴロに関してもやっぱ駆け抜けるスピードっていうのはやっぱちょっと速いですね、はい、やっぱ売りはスピードっていうところですか？そうですね、はい、ロイ選手は、ロイはもともとその2月のトライアウトの時に取ったんですけど、はい、まあ、僕が最初見た時はあ、こんだけ振れるならいいなっていう、やっぱりスイングスピードですね。そうですよね、はい、どちらかといえばその独立リーグっていう、まあ、その選手は左のちっちゃい選手がやっぱり多いんですけど、まあ、やっぱりその右バッターであんだけ振れるっていうのはちょっと魅力的だなと思ったんです、まあ、もちろんまだ荒削りな部分はあるんですけど、やっぱりこんだけ振れるってことは、まあ、いいもの持ってると思うんですね。結果ホームランにつながったんですもんね。はい、はい、っていうところは僕が見させていただいたんですけど、はい、今後もそういった形でちょっと注目させていただきたいので、はいはい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。あ、緊張した。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。わざわざ。皆さん、絆の YouTube チャンネルでは BC リーグの選手の情報を盛りだくさんにお届けしております、はい、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん見てください。